エルヴィン見てよ、私の考案したこの装置を。これをうまく使えば被害を最小限に抑えて巨人を捕獲できるはずだよ。なるほど、よく考えたな。でしょ、そうでしょ。じゃあいいよね、巨人の捕獲作戦を許可してくれるよね。そうだな、構わない、作戦の許可を出そう。ありがとうエルヴィン、早速準備に取り掛からないとね。リヴァイ、この作戦はお前の班にも協力してもらった方が良さそうだ。チッ、またあのクソメガネの世話か。あのメガネ、先に行きやがったな。まあいい、やることは変わらん。俺たち特別作戦班の任務、巨人捕獲の援護だ。ハンジたちは罠の場所を決めてるところだ。急いで追いつくぞ。複数の地点から援団救援要請です。なんでこんなに散らばって。作戦開始地点は一箇所のはずだ。クソめ、何をやらかしてやがる。救援して回りますか、それとも先にハンジさんと合流すべきでしょうか。おとなしくしてよ、おとなしくしてよ。アトレが相手して。リヴァイ兵長、助けてください。おとなしくしてろ。ご迷惑をおかけしました。軍隊長が手分けして捕獲地点を探せというもので。さっさとあのクソメガネに合流しろ。単独行動を続ければ目的を果たす前に死ぬぞ。これでまた仲間を無駄死にさせやがったな。ただじゃ済まさない。ハンジさん、自信満々でしたし、きっと勝算があるんですよ。おとなしくしてろ。ハンジ、てめえ、なんで先に行きやがった。ごめんよ、でもここいい場所だろ。罠の準備のために周囲の巨人を片付けよう。決めなくなよ。了解しました。ハンジさん、捕獲する巨人を残さなくてもいいんですか。まずきっちり罠を設置する必要がある。捕獲する子は他に見つけてあるしね。これで罠を設置できるね。モーブリット、罠の設置を頼むよ。私はリヴァイと捕獲対象を連れてくるからさ。軍隊長、勝手すぎます。うまくいかなくても知りませんよ。北の採掘場跡で捕獲しやすそうな小さめの巨人を見つけておいたんだ。3メートル級の小柄な子と、少し大きめな7メートル級の子、一体ずつでお願いするよ。てめえのクソみたいな注文を聞ける余裕があればいい。悪い。北の採掘場までは楽に行けるはずさ。オルオたちに巨人を一掃してもらってるからね。クソ、部下に危ねえまでさせやがって。救援要請、無視はできねえ。俺だって役に立つとこ見せてやります。手は切れない。おとなしくしてる。了解しました。お前ら腹をくれ。
別行動なんてすべきじゃなかった。これじゃ俺の方が巨人に捕まっちまう。分隊長の命令に従ったらこのざまです。助かりました。もういいから、ハンジの元に向かえ。縁談苦戦してやがるのか。やる。アンジの指示で手分けして巨人の捕獲地点を探していたんだな。この兵力での参加はリスクがでかすぎる。すぐにハンジと合流しろ。バルナ、小さい分小回りが効くな。行く。おいエルド、ハンジが連れてこいっていうのはこいつらか。兵長。はい、ハンジさんの要望通りです。大きめの奴らは採掘場から遠ざけてあります。まとめて相手。うおー、この大きさ素晴らしい。これが飛行士だったら最高なんだけどな。飛行士ならここにいるだろう。テラテラ了解しました。罠を仕掛けた地点まで誘導する。誤って殺して一からやり直したくはねえ。連れてくるのは厄介だったが、捕獲は随分あっさり終わったな。ちゃんと罠に入っていい子だったよ。もう一体友達も捕まえてあげるからね。救援要請か。
ぞ。感謝します。作戦成功だ。あとはこいつらを連れて帰らねえとな。ヤッホー！ 2 体も捕獲できるなんて最高の結果だよ。さあ早く。まずい、巨人が近づいてくるぞ。かなりの数だ。まだ巨人は運搬できる状態じゃない。リヴァイ、なんとか守ってくれ。チッ、総員迎撃しろ。巨人を運ぶ準備の邪魔をさせるんじゃねえ。まだ残っている捕獲用の罠をうまく使えば巨人を足止めできるはず。行く、私がやります。面白い暮らしやがって。行く、俺の敵じゃない。やる、やどうして。化け物、まとめて相手して。悪いね、リヴァイ。まとめて相手して。殺したら捕獲した巨人を運ぶぞ。あとは強行突破でなんとかなるだろう。
ば。今のうちに捕獲した巨人を運べ。ヤッホー、聞いてくれモブリット、巨人の捕獲に成功したんだ。2体もだよ。分隊長、浮からすぎです。おーっと、喜ぶ前にあの子たちに名前をつけてあげないとね。そうだな、昔昔あるところに人間を食う一族がいた。巨人のことじゃないよ、人間の一族だ。また始まったよ、分隊長の命名式。彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し、旅人を殺しては金品を奪い、その肉を食っていたんだ。というわけで、その一族を率いた男の名前をあの子たちに授けようと思う。4メートル級がソニー、7メートル級がビーンだ。チッ、うん、今に見てろよ、最後に生き残るのは人類だ。お前らなんかきっとリヴァイ兵長が。まだ何体かいるようだ。兵長、増援を集めてきました。テトラ、お前は下の兵士を解放し、残りの全員で巨人を片付ける。本体を守りつつ巨人を一掃するぞ。前方に新手の巨人です。テラスだよ。どうした？どいつもこいつ、ふざけた動きしやがって。おとなしくしてろ。そうしないとお前の肉をきれいにそげねえだろう。テラスだよ。俺の敵。了解です。縁談の元へ急げ。助けを求めてる。来たね。救援要請無視はできねえ。次の巨人はどこだ。スタボロにしてやる。
ここは片付いた。巨人発見の縁談だ。行くぞ。まとめて相手して。うわあ、ずいぶん巨人が集まったね。少し、いや、かなり集まりすぎたかな。おい、何やってやがる、クソメガネ。夢中になると状況も見極められねえんだ。この辺りの巨人を倒したい。手伝ってくれ。了解です。ちょっと巨人を集めすぎたけどね。せめて結果を考えて行動しろ。この数を一気に相手にはできねえぞ。まとめて相手して。お前ら腹をくくれ。行く。俺の班を警戒に当たらせておこう。ああ、頼む。お前の鼻に間違いはねえだろ。やる。
とめて相手して。お前ら腹をくくれ。どうしてバキモリ、どうしてバキモリ、手出すんだよ俺の敵だ。はい、どうしてバキモリ、敵艦の報告では巨人の群れが接近中とのこと。おとなしくしてろ、俺たちで仕留めるぞ。囲まれねえように気をつけろ。まとめて相手して。よし、ここはモビリットに色肌脱いでもらっちゃおうかな。まとめて相手して。俺の敵じゃない、縁壇の元へ急げ、助けを求めてる。俺たち調査兵団の力を見たか。てめえの肉削り取ってやる。助かった。アリオ、ついてこい。了解っす。あ、了解です。助かった。助かった。どうしたの？飛行士です。町の中心に向かっています。止めないと。本体を守らねえな。飛行士の迎撃に向かうぞ。手出し痛くない。了解です。まとめて相手して。モーブリット、固まってる巨人たちに接近してこっちに釣り出してくれないかな。分隊長、いくらなんでも作戦が無茶すぎます。まとめて相手して。あー、もう仕方ない。面白い気がしやがって。巨人の王、こっちだ、こっちで来ないか。やる。モブリット、うまく分散させられたね。これで巨人を括弧撃破できるよ。どんな奴だろうとほくってやる。覚悟しろ巨人ども。やる。
けえ奴らだな。その肉切り刻んでやるから待ってろ。ええ兵将、俺たちでやってやりましょう。お前ら腹をくくれ。ここは制圧した。作戦完了だな。兵長、血が止まりません。兵長、俺は人類の役に立てたでしょうか。お前は十分に活躍した。そしてこれからもだ。お前の残した意志が俺に力を与える。約束しよう。俺は必ず巨人を絶滅させる。兵長、彼はもう。最後まで聞いたのか、こいつは。きっと聞こえてましたよ。だって安心したように眠っている。ならいい。リヴァイ、退却だ。巨人が町を目指して一斉に北上し始めた。壁が破壊されたかもしれない。